僕です、はい、何くんですか。あ、石浜と申します。石浜くん、石浜くん、今回一つルールがございまして、ナレーションをボビーオロゴン風にちょっと、読んでいただきたくて。仕事こうへんや、そんなやってきたのは五反田駅から徒歩5分のところにある東海三菜館さん。神田もそうやねんけど、ボビーってこんな感じないよな。一回じゃあ礼いただいていいですか。今回はここで激辛料理に挑戦をしていくぞって感じです。なんでもんやろな。全然袋よりおもろいけどな。この番組は業界歴が浅い新米ディレクターが東袋を使ってやりたい企画を演出する番組です。さらば青春の光の東袋とデビュー作。もう一回いく？最初から。最初からちょっといく。じゃあいきます、はい、用意スタート。東袋のナレーションチャレンジ新人 D 激辛挑戦編。新人ディレクターで今回企画をやる石浜祐希です。今回は、僕がちょっと激辛料理に挑戦するということで、ある中華料理屋さんにお邪魔していきたいと思います。やってきたのは五反田駅から徒歩5分のところにある東海菜館さん。あのさらば青春の光も行きつけのこのお店。今回はここで激辛料理に挑戦をしていくぞ。すいません。はい、あ、じゃあ激辛料理、早速お願いします。はい、かしこまりました。すいません、お願いします、はい、どんな料理が来るんだろうな。楽しみ。これが今回チャレンジする激辛料理の鶏肉と唐辛子炒め。見た目は全然辛そうに見えないよな。果たしてどのくらい辛いんです。あらー、収まらなかった。収まりませんでした。あ、いや結構まあ、いるんちゃう。でもここ、いやでも今多分、急出ししたのでちょっと詰まってらっしゃったので、多分それが詰まってなければ入ると思います、うん、俺のミス、はい、うん、どっちのミスなん今は。東袋さん。あ、東袋のミス、はい、うん、はいはい、でということはこれは落書きです。落書きか。けーもう嫌やわ。しゃあ、うん、なになになに。え、あれ、うさついってるやん、もう。どう、あ、どうこれ、どう、うん、いや、めちゃくちゃ面白いと思います、目的は。面白い、はい、ま、やっぱりこう若い子の感性やな、やっぱりな。ほんま、目的にはめちゃくちゃ面白いと思うんですけど、ちょっと現場的にはやっぱり。いやいやいやで今のところはどう、ペース的には、このミスのペースは本当にいいと思います、うん、あ、いい、マジで、うん、ちょっと見本見してもらって。そうやな、ちょっとここ今俺が間違えたところ、その収まらんかったところよ。わかりました、はい、これが今回チャレンジする激辛料理の鶏肉と唐辛子炒め。見た目は全然辛そうに見えないよな。果たしてどんくらい辛いんだろう。はい、終わり。入ってへんやん、入ってへんやん、全然。ごめんな、こぼれてるやん。マジっすか。まあそうなるよな。もう ですよね。あ、じゃあいい、はい、大丈夫です。大丈夫、はい、お願いします。うわあ、ああ、え、今どんな感じ。味わったこいつの。どんな感じ。こいつの説明を味わった。すいません、それは本当にすいませんでした。いやいや、でもこれ罰やからな。罰やから、それしょうがないやん。しゃあ、そうです。でも入ってへんかったから、うんうん、じゃあちょっとここは気持ち早めでお願いします、うんうん、すいません。気持ち早めでいかなあかんの、はい、したら、料理が到着したみたいの前からいきます、うん、はい、料理が到着したみたい。これが今回チャレンジする激辛料理の鶏肉と唐辛子炒め。見た目は全然辛そうに見えないよな。果たしてどんくらい辛いんだろう。おー、いった。唐辛子とか、はい、入ってるんですね。早速ビビってるけど、それで食べきれるのか。じゃあ、いただきます。早速大きな一口。さて、辛さはどうなんだろう。辛いった。見た目がそんなに辛そうじゃないのに、めちゃくちゃ辛いんですよね、これ。舌に電撃が走るみたいな。
電撃？おいおい、大丈夫かよ。早いっすよね。笑ってきてるやん。なんで今激辛やってんだろうって思ってます。自分で言い出したんだよ。ちょ、マジ休憩していいっすか。え、休憩するの？すごい、どんどん変わっていくやん。これが、これが進まない、本当に。口が燃えてるんですよ、今、本当に。そうですね、心は大丈夫。心は大丈夫。嘘つけちゃっかり食べるの再開したね。なんかすいません、何どうした、なんかボビーとかけ離れてるな。いや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 、気づいた。おそう、気づかれたな今。あ、いや、ちょっと最初は福呂さん頑張ってらっしゃったんで、ちょっと多めに見てたんですけど、なんかだんだんちょっとかけ離れてきちゃったな。なんか受けたくなってたよな。言ってたやん、なんかな。ちょっとごめんなさい、これは落書きですね。落書き、いや、そう、まあ落書き途中から受けたくなってたから。いやいやいや、調子では言ったけどね、うん、いやもう、うん、よかったんですけど、ちょっと、うん、どんどん増えていくやん、もう。え、なになになに、うわー、あれか。うわ、結構時間かかってんな、これ、うん、これ相当ちゃうか、これ。もう、痛い痛い痛い。できた。どうよ。もう笑ってる。あれ。え。もう俺がずれてるのっていう絵やもんな、今の。そうっす。僕的にはめちゃくちゃさっきから面白い。面白いよな。スタッフがあんま良くないよね。ちょっと違うのかな。現場がね。温度差あるよな、D と。瀬間君が次だとしてる。あ、そうですか。次袋に。で、どうしたいのこれ、うん、ボビーがやっぱりなかなか難しいのよ、うん、そうですか、うん、今のは どんな感じなの、うん、今はちょっと完全に東袋さんでした。そうやな、うん、どんな感じ、ラストスパートいっちゃおうはどんな感じにすればいい、うん、は、うん、もっとなんていうか片言で、うん、ラストスパートいっちゃおうみたいな。あ、今みたいな一回やっとけ。ラストスパートいっちゃおう。あ、まあそういう感じ。こういう感じや。ただ、うん、さっきのはもう完全に東袋さんなので、うん、なんか、うん、ラストスパート行っちゃおうみたいな感じだ。そんなぐらいの持ってた。はい。あ、ちょっとテンションさえ上げときゃええみたいになってたもんな。そうですね、ちょっとなんか、ほんまはもっと早く止めたかったんや、うん、そうですね、うん、あれって思い始めたの前だったんですけど、うん、でもまあちょっと頑張ってらっしゃったので、うんうんうん、ちょっと泳がせちゃいました。泳がせちゃいました。泳がされちゃいました。分かった、ちょっとじゃあもうちょっと意識するわ、うん、はい、ちょっと、はい、なんか、うん、電撃泳い大丈夫かよらへんは、うん、まあ、すごい良かったので、うんうん、そうですね。どっから行くの、うん、え、うん、あと V がさ、うん、全然おもんないのは大丈夫。ユタが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 それ大丈夫だよ。ユタあかんて。それは違うやな。それはいいやもんな。そういうもんやもんな。自信作やもんな。それはもう完璧に僕の実力不足で。でも自信作なわけでしょ。でも僕的にはちょっと、うん、自信作な。頑張っ、うん、ナレーションありきやもんな。そうです。そうやな。そういうことね。でもあとはちょっと東袋さんにナレーションで頑張っていただこうかなっていうところで。ツッコミ入れてるもんね、ナレーションでね。うんうん、そうね。そうか、そこで笑いどころっていうのが分かるから、うん。どっから行くの。じゃあこの丸さんさんに4ページ目の、うん、ちゃっかり食べるの再開したねから。行きたいと思います。ここからですね。はい、はいはい、靴ちっさ。靴ええねん。靴はもうほんまずっとちっちゃい。ほんま。靴ちっさいやつが。よーいスタート。ちょっこり食べるの再開したね。もう見えるたびに恐怖なんですよ。青唐辛子。怖くて。え、いいですか、うん。ありがとうございます。辛い辛いって言ったら、ちょっとウーロン茶持ってきてくれました。まったく、店員さんに頼りすぎだよ。あ、ダメ。すいません、今ちょっと枠に収まってなかったです。いやー、え、書いて、書いてねえや。尺に収まってなかった。っ次の方に行ってもらおうとかと。ボビー感は？ボビー感は良かったです。あ、良かったや。多分頼りすぎだよのすぎだよが多分完全に溢れてます。溢れてる。もっと早く。すいません、ここはちょっともうちょっと。じゃあ石山君、かからなかんの、すいません、ちょっと失礼します。
あ、そこ行く。うん、あ、お前必殺強いな、お前。痛い痛い痛い。痛いな、こいつ。何やこれ。え？何やこれ。何やられてんのこれ。何やられてんのこれ。おそらくですけど、うん、横うんこです。こいつはおもろいやつ、落書き。医者の中の、うん、僕的にちょっと今振り絞ったやつです。振り絞ったやつね、はい、ああ現場的にはどうは最悪です。まあ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 でもしょうがないよね。そう、読み方どうやった今の。読み方はすごい良かったので、ええねあれは、はい、うん、枠やな、うん、はい、枠がちょっと、もう今のところからちょっと再開したいと思います、うん、じゃあ行きます、はい、もう一回用意スタート、はい、全く店員さんに頼りすぎだよ。ああ、しみる。ウーロン茶しみる。なんだろう。ピークは超えたのかな。だんだんなんか慣れてきました。この辛さ。え？慣れてきたの？ラスト、質問。一気に行きたいと思います。ラストスパート、行っちゃおう。よし、行くぞ。ああ。バナナマンといつか仕事したいって夢を持ってこの業界に入ったんだって。いつか夢が叶うといいな。おお。頑張れ。ラストいただきたいと思います。あと少し。うわぁ、最後は辛そう。チェコの部位なんだその動きは。あ、いいよ。ごちそうさまでした。石浜、激辛料理の挑戦、本当にお疲れ様。これからも頑張ってね。あれ、ボビー感あるかな。今回挑戦したのは東海菜館さんの鶏肉と唐辛子炒め。いつでもこの辛さが選べるから、辛いものに自信がある人は挑戦してみてはいかが。東袋のナレーションチャレンジ新人 D 激辛挑戦編、うっすらボミー入ってない。そろそろ終わりの時間ですね。ではまた。うっすらボミー入ってない。うっすらボミー入ってない。うっすらボミー入ってた最後。そう、最後普通に行けって言ってたのに、うっすらボミー入ってなかった。その前に引っ張られてましたよね、うん、引っ張られた。名残あったかな、うんうん、ちょっとアウトですね、うん、あかんのが。やっぱここは戻らなかった。最後はそうですね、うん、東袋さんの声でやっていただきたいので、うんうん、ちょっとこれはアウトです。アウト。また書かれる。森田さんにお願いしたいです。まだすいません。そんな、はい、な、どう。あ、下うんこです。う横うんこと下うんこで、いいよね。めっちゃ笑ってるやん。これ、うん、めちゃくちゃ面白いと思う。下うんこおもろい。下うんこ面白い。横よりおもろい、やっぱ下うんこ。横より下の方が面白い。ありがとう。やっと俺も分かってる。落書きを。最後の最後です。じゃあつまずいてもった。最後の最後ですね。うんうん、そしたらもう最後びっしり東袋さんで決めていただきたい。うん、これで戻るってことね、俺はちゃんと。はい。じゃあラスト行きたいと思います、はい、用意スタート。東袋のナレーションチャレンジ新人 D 激辛挑戦編、そろそろ終わりの時間ですね。ではまた。あれ、最後ちょっとボビー感なかったな。え、最後入れましたよね。最後入れたよな。最後入れたよね。入った。最後入れましたよね。入れたよね。レッスンに入ってましたよね。入ってた。ほんま。これはアウトです。これアウト。アウト。アウトです。アウトやな。あかん、うん、あかんです。あかんです。あかんです。いやいや、なんかやっぱ、うん、戻ってまうんかな。やっぱそっちがもうやっぱずっとやってきたから、うん、ボビーに戻っちゃいますか。戻っちゃう感じがあるわやっぱり、うん、え、じゃあボビーのまま一回やってみますか。これいいの。いいですよ。いいの。じゃあ一回一回じゃあ一回じゃあもう一回同じどこか言っていい。じゃあ行きます、うん、用意スタート。東袋のナレーションチャレンジ新人 D 激辛挑戦編、そろそろ終わりの時間ですね。ではまた。バッチリです。バッチリやった。バッチリ。バッチリです。ボビーでボビーでバッチリです。結局こっちの方が良かったんかな。やりやすかったですか、東袋さん的に。なんかやってみたらね、うん、なんかテンポとかも掴みやすかったかもしれない。あ、じゃあ、うん、東袋さんはもうボビーさんのナレーション後継者ということで。はい。もうこれでちょっとクルッとですか。絶対 U が来ます。絶対に U が何しにが来る。はい。おお。はあ。
はい、うん、じゃあもうこれで僕はもうクリアというか、そうです、はい、これでクリアです、チャレンジ、はい、森田さん手応え的にどうですか。そうですね、うんうん、ちょっとなんか思った以上にちょっと地獄の時間が続いたなっていうのは、うん、そのどの辺が地獄やったの。そうですね、あの、うん、ナレーションをしていただくまでは良かったんですけど、うん、まあ、そもそもちょっとテンポ感が地獄だったのと、思った以上に顔に落書きが盛り上がらなかったっていう、うんうん、顔に落書きが結構盛り上がる想定で考えてた。そうですね、僕的にはちょっと盛り上がるかなと思ったんですけど、思った以上に盛り上がらなかったです。まあ、じゃあさ、顔に落書きのくだりはさ全部カットしていこう。どうやってや、どうやってや、全部おい無理やろ、そんなもん編集でカットしてもらおう。いやいや変な感じになるぜ、そんな俺がなんか待ってるって。そこは覗いてもらって、ああああ、ナレーション部分で、ああそうね、はい、ああああ、お前なんか急に黒いほくろボーンできてるけど、うん、それでいけるか、大丈夫それは、うん、大丈夫じゃないですか。まあなあ、はい、いいよな別に。だって、うん、靴とかもさ急にちっちゃなってたりするわけだから靴はでもそれ変えてもらった方がいいと思うな、やっぱり。それ編集なんとかするってことですか。編集でちょっと、うん、もう全面カットで、そうね、やっていただきたいなっていう。うんうん、あ、まあまあ、じゃあまあそれは任すけど、じゃあとりあえず僕の挑戦は以上、うん、はい、東村君さんは以上になります、うん、はい、やら、え、俺はやらない、あふれちゃいます、あれまた、いやこれでもそうなったら、うん、石山の理論で言うと、うん、森田また今週もあれ別に、うん、俺は何も押しても、うん、別に最後までやり遂げる方がいいんじゃないかって思うけども、うん、まあ今回に関しては、うん、飲みましょう。そうしよう。そうしよう、うん。だから今週も森田に来る仕事はないってことやな、もう。うん、何？うんこだけ書いてくれ。ああ、やめときやめとき、もう。うんこだけ。いやいや、もうそんなな。うんこだけ書いてくれ。いいか？じゃあ書いて。うん、うんこ。うん。どう？どう？斜めうんこ。斜めうんこ。あんま盛り上がってない。斜めうんこは全然笑わへんやん。まあ、じゃあ、うん、そこの部分はカットです。何 CG とか入れんのこれ。顔にすごい回になるよこれほんまに。そこの部分だけカット、うん。ちょっとすいません、はい、そこはカットで。うんうんうん、